こんにちは、マシンガン山北です。はい、前回がですね、こちらのシリーズの、はい、第1弾ということで、江川卓投手のですね、ベストナインをお話しさせていただいたんですけど、まあ、前回は投手では、次はですね、キャッチャーの方からですね、見た視点でベストナインの方をですね、お話しさせていただきたいなと思っております。今日はですね、最多出場の記録を持つ名捕手というところで、谷繁元信捕手、元ですね、横浜、ね、DeNA の捕手っていうところでですね、お話をさせていただきます。まあ、こちらの方にですね、谷繁、ね、捕手がですね、作ったですね、ベストナインの方をですね、お話しさせていただくんですけど、平成最強の右打者は内川聖一選手で、令和最強の右打者は鈴木誠也選手っていうところでですね、お話をさせていただいてます。まあ、谷繁、ね、選手を、ね、簡単にお話しさせていただくと、1970年広島県生まれ、横浜時代の98年佐々木勝弘投手と最優秀バッテリー賞を受賞。その後も3度最優秀バッテリー賞を獲得、球界を代表する捕手となった。通算3021試合出場は日本プロ野球記録っていうところでですね、お話をさせていただきます。でですね、谷繁捕手が選んだですね、実はですね、名捕手が見て戦って舌を巻いたっていうところのベストナインなんですけど、投手の方がですね、ジャイアンツのですね、まあ、83年からね、01年まで活躍した斉藤正樹投手、最後の関東型エースと言っても過言ではない名投手っていうところでですね、もう私もそうなのかなっていうところで、私も年代別でいくとですね、斉藤正樹投手は好きかなと思っております。で、次にですね、キャッチャーの場合はですね、まあ、谷繁捕手を入れるのかなと思ったんですけど、まあ、90年からね、07年までヤクルトで活躍した古田敦也捕手を選んでおります。守備面でですね、僕もいい勝負をできて、打てる凄さは別格っていうところでですね、お話をしております。はい、で、次にですね、一塁手っていうところで、まあ、ここはですね、やっぱし皆さんおっしゃってる通り、まあ、王貞治選手、まあ、選手っていうより今、ね、ホークスの、ね、会長をしておりますけど、王さんの4番としてのオーラはとても、ね、積もなかったはずっていうことでですね、書いてます。はい、で、二塁にですね、ロバート・ローズ、まあ、ここはですね、横浜時代のチームメイトですね、まあ、93年からね、2000年の前半までですね、まあ、横浜で、まあ、ベンチで打ちそうだなと話していると必ず打ってくれるというところで、ローズ選手を選んでおります。で、ショートがですね、95年から13年までヤクルトで活躍した宮本慎也選手が選ばれておりまして、守備のいいショートがいるとキャッチャーはかなり楽というところでですね、キャッチャー目線からお話をしてます。で、三塁手のところではですね、まあ、やっぱミスター長嶋名誉監督ですかね、成績と球界への貢献度をね、加味したら名前を挙げなければならないっていうところでですね、まあ、一塁と三塁はですね、もう誰が見てもここは鉄板なのかなというふうに私も見てます。で、外野手部門を行くとですね、01年からソフトバンク、まあ、また今ね、ヤクルトスワローズで活躍してます内川誠一選手ですね、自分の間合いにボールを引き、ね、込む技術は一級品ですというところで、谷繁選手はですね、まあ、捕手はですね、見てます。で、外野手はセンター部門にですね、今ね、13年から広島の方で活躍しております鈴木誠也選手を入れておりまして、ポテンシャルの高さと今後の成長も期待としてリストアップというところですね。はい、で、外野のもう一人ライトがですね、まあ、イチロー選手ですね、ボールを、ね、バットの芯に当てる技術は、ね、もう圧倒的というところでですね、見ております。そこで中継ぎ投手がですね、88年から02年、まあ、横浜でも活躍されたですね、森田投手を挙げてまして、森田さんのあのシュートは絶対に対戦したくないっていうところでですね、谷繁捕手の視点から言ってます。で、抑え投手は もちろんですね、まあ、大魔神佐々木和弘投手ですね、90年から05年まで横浜、その後もメジャーに行きましたけど、まあ、球速だけじゃなく抜群のコントロールも脅威だったっていうところでお話をさせていただいております。でですね、まあ、斉藤正樹さんの、ね、ピッチャーで選ばれた斉藤正樹投手のですね、すごいところは谷繁捕手がこういうふうに語っております。斉藤正樹さんの完投の能力はすごい、
僕は対戦したことのない選手は評価できないので、選んだのは対戦したことがある選手を中心にしましたというところでですね、先発投手やはり斉藤正樹さんはすごかったですね。何がすごいかというと完投能力です。あと斉藤さんはストレートに力がありました。僕は現役を20年やりましたけど、その中でもあれだけ完投した投手って斉藤さんしか見たことないですというところでですね、お話をしてます。はい、というところでですね、まあ、こういった形でですね、たくさんの方がですね、やってるんですけど、前回は投手、今回は捕手というところでですね、させていただいて、谷繁捕手の目線からですね、とてもいいことを書いてるんで、そこだけちょっと読まさせていただこうと思ってですね、はい、右内川の技術を受け継いでいる鈴木誠也、今の右バッターでは最強じゃないかなっていうことでお話をしてるんですけど、はい、ここがですね、ちょっと私も気になったんですけど、僕がまだ横浜にいた頃の日米野球で一郎と一緒に練習をしてたんですね。一郎がバッティング練習に行く時に、ちょうど僕とチームメイトだった鈴木貴則がバッティングをしてて、一郎がバットを取りに行く時間がないので、鈴木さん貸してくださいとバットを借りたんですよ。ちょっと素振りをしてゲージに入って 5,6 球打って帰ってきたんですが、バットを見たら数分のね、狂いがなく芯のところだけ打っていたんです。新品のバットだったんで、くっきり跡がつくんですけど、芯なら全くずれずに跡がついていた。これはすごいなと思って、まあ、イチロー選手を外野で選んだっていうところなんですけど、で、さっきのね、内川選手のお話をいくとですね、僕は平成元年にプロに入ってますけど、その中で右バッターで最強だったんじゃないかっていうのがですね、彼が絶好調の時、どんなボールでもバットに当ててヒットゾーンに持っていく技術は卓越していましたね。イチローみたいによしっていうボールを、打たれたことはないんですけど、打たれたボールがなぜかヒットゾーンに持っていかれるんです。詰まっても泳いでも引っ張ってもヒットになる。間を取るのが上手でしたねと。外野手の3人目は、そういう内側の技術を受け継いでいる鈴木誠也。彼は今のプロの右バッターでは最強なんじゃないかなと、令和最強の右バッターですねと。3秒揃って守備もうまいし、状況判断もできる。僕は鈴木誠也が味方だったら心強いなと思ってます。もちろん対戦はしていて、僕が現役時代は彼はルーキーで技術的にも穴もあったんですけど、年を追うごとに穴もなくなっていました。パワーも揃ってきました。まだまだ伸びしろがある選手だと思ってますというところで書いてます。ちなみにですね、谷繁選手が選んだ、まあ現役の、ね、現役っていうか、まあ平成最強の左バッターは前田智則だと思ってますというところでですね、書いております。で、もしくはですね、まあ、この中でちょっと、さっき私が忘れてたんですけど、DH の部門でですね、やっぱし対戦した中で、やはり松中信彦なのかなと、平成で三冠を取ったのは一人しかいないですし、インサイドのさばき方がものすごくうまかったですねっていうことで、全盛期は他の選手と別格でしたよっていうところでですね、谷繁選手はこういうお話をしております。まあ、前回は江川投手、で、今回は谷繁捕手っていうところでですね、まあ、そうですね、私の中ではあと内野手の方、外野手の方行って、まあちょっとね、ちょっと中にまだ素敵なメンバーがいらっしゃるんですけど、その中でお話しした後にですね、マシンガン山北のベストナインをちょっとお話ししたいなと思ってますんで、こうご期待ください。よろしくお願いします。今日もですね、まあこういったプロ野球のベストナイン決定戦ということで第2弾だったんですけど、第3、第4、5まで行くかなっていうところでですね、皆さんよろしくお願いします。アウトゴーイングおしゃべりマシンガン山北アトレ I'll be back